それでは準備が整ったようなので始めていただきます、はい、作品名はモノロジックですすいませんご紹介ありがとうございますでは今からモノロジックの発表を始めさせていただきますまず自己紹介からまず一番奥にいるのがプログラム担当の古川で、真ん中にいる黒い服着てる彼がデザイン担当の山本でそして私が、えー、横田ですで、この自己紹介の中今皆さんお気づきになったかもしれないんですけど矢印がこんなにも使われてるんですねで、これらの他にも 私たちの身の回りの生活にはすごい矢印というものがありふれていてそこに今回私たちは着目して矢印というものとゲーム要素である落ち物というものを掛け合わせた作品を作りました。 で今回私たちが作った作品、モノロジックと言わせていただいているんですけどその特徴として4点ございまして、1つ目が矢印を使った全く新しいパズルゲームであるということ、2点目が白と黒を基調としたデザインであるということ、そして3つ目が矢印を使っているということから直感的で簡単にプレイができるということ、そして4点目がシンプルながら幅広い戦略があるということが挙げられます。まずこれがゲームのメイン画面になります。まずこの部分がブロックを操作する範囲。 そしてこちらが次に現れるブロックが出てくる範囲そしてこちらにスコアなどが表示される情報が出てくる範囲となっています今回私たちが用いるブロックというものはこの4種類の矢印ブロックになりますこちらが右上左下といったように4方向を表していますまず実際にこのブロックをこのように スライドすることによってブロックが横方向に移動しますそしてこの時に指を離すとブロックが落下していきますこのようにして落下したブロックをこのように組み上げていきますである程度組み上がったらこのブロックをタップすることでこのように発火モードになりましてこの状態でブロックを落とすと連鎖が始まって通ったブロックが消えるという仕組みになっています えここで、えー、このゲームの特徴的なテクニックを2つご紹介しますまず1つ目が折り返しです今回このようなブロックの並び順を想定したときにここで逆矢印なので一旦止まりますしかしここまでで通ったブロックがすべて消え上のブロックが落ちてきます なんでその後、また連鎖が再スタートして先ほどのブロックの山がすべて消えるという形になっています。このようにさまざまな複雑な構成があるんですけど交互に消えていくことでさまざまな折り返しを活用することで連鎖のパターンを作ることができるようになっています。 続きまして、昼夜逆転というテクニックについて解説させていただきます。ゲーム画面の右上に太陽もしくは月のアイコンが出ています。こちら、ゲージがゲームモードによって溜まっていき、たまるとこのように発火状態になります。その状態でアイコンをタップしていただくと、画面の。 背このとき、この右下の矢印のようにその矢印の向きも反転しまたモードごとにさまざまな仕様がございます。こちらについては後ほど解説させていただきます。この2つのテクニックを用いることでさまざまな形の連鎖を組むことができます。こちら左のような複雑な連鎖を組むことも可能ですし、右のように中夜逆転を利用し、 無駄なブロックもなく全てのブロックを消すことも可能となっております。続きましてゲームボードの説明に移らせていただきます。まずは1人用モードの説明です。1人用モードは時間に縛られずじっくり考え連鎖をつなげ高得点を目指すモードとなっています。こちら右側の黄色い光の個数残りの発火回数を表しています。1人用モードでは発火回数が制限されています。発火回数は ちは逆転により回復します。こちらのゲージは連鎖数を重ねることによって溜まっていきます。ヒトニオモードでは最大連鎖時のスクリーンショットと得点をこの左下のツイートボタンによりツイッターに投稿し共有することができますので、ぜひ皆様お楽しみください。続いて二人用モードの説明に移ります。 2人用モードは2台の端末を通信させお互いの体力を減らし合う対戦ゲームとなっています。こちら左の緑のゲージが自分の体力右の赤のゲージが相手の体力を表しています。この黒いブロック、お邪魔ブロックでして連鎖数に応じ相手の画面に振らせることができます。これにより相手の妨害が可能となっています。このブロックは地は逆転によりすべて消すことができまた消えた分のブロックの個数が次の自分の連鎖数に加算されます。このシステムが逆転を可能としています。 ゲージに関してはブロックを1つ落とすたびにどんどんたまっていきますこのように同じルールを用いて2つのモードを用意しました遊び方の違う2つのモードで仕様を変更することでより楽しむことができるよう調整していますそれでは開発環境について説明していきます使用言語は SWIFT3 で主なフレームワークは SpriteKit を使用しています アプリケーションの動作環境は iOS の8.1以降で対応機種はご覧のようになっています次に開発の流れについて説明していきますそもそもこの作品のアイデアは身の回りのあらゆる場面において矢印が使われているということから矢印の落ち物パズル開発がスタートし折り返しを含めたベースとなるアイデアがまず生まれましたしかしゲーム画面の見た目がありふれているという問題点が浮上しました そこで矢印のデザインを変えることやグラデーションベルトコンベヤなど矢印自体を使わないなどさまざまな試行錯誤を繰り返しましたその中で背景の色に合わせて矢印の向きが変わるというアイディアが出てきましたそのため初めはこのようにモノトーンを意識したシンプルなデザインにしていたのですがどうつながっていくのか分かりにくいという声があったため最終的に このようななデザインになりました。このアイデアが出たことによって矢印のデザインと昼夜逆転という新ルールが一度に決まりそこから1人用と2人用の2つのゲームモードが生まれましたさらにゲーム部分だけでなくこのように雲や星などの自然に背景で動いているものを用いることで 落ち物パズルながら時間に縛られない、えー、落ち着いた雰囲気を演出しています、えー、このような雰囲気作りの結果プレイジの没入感が一層高まりました開発の終盤では、えー、Bluetooth と同一ランナーの WiFi を用いて対戦できる機能を実装しました、えー、フリー WiFi や大学内の WiFi なども利用できるので家族や友人とどこでも対戦を楽しむことができます 一つ注意点として現在 iOS10 のバグによって Bluetooth の通信がうまく働かなくなっているようなのでこれについては Apple によって修正されるまではできる限り w i f i の利用をおすすめいたします実装する上でさまざまな工夫を凝らしており対戦では2人のプレイヤーに全く同じブロックが落ちてくるようにしているのですがその方法として乱数のシードを一致させるという方法を を用いているのですがこの方法として自分の生成したシードを相手と交換して足し合わせるというような工夫を行っていますこれによって確実に相手とシードを一致させることができていますそれではここでまとめますこの作品は今までになかった斬新なアイデアの落ち物パズルであり発想次第で様々な戦略や連鎖 を楽しむことができますこのように今組み合わせは全て同じ形のブロックなのですがそれぞれ全く違った連鎖として実行することができますまたじっくり考える一人用モードと一方で目まぐるしい攻防が繰り広げられる二人用モードというふうに二つのモードがあり ベースとなるルールは共通しているのですが全く異なる2つのゲーム性が楽しめるようになっていますつまりこのゲームを一言でまとめると可能性は無限大となりますそしてこちらのアプリケーションですが近日公開ということになっておりまして現在審査に出しているので数日中に公開される見込みですぜひその際は、えー アップストアからダウンロードをよろしくお願いいたします。以上で発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。では質疑応答の時間に参りたいと思います。質問のある方は挙手をお願いいたします。 先ほどのブース発表の際に少し遊ばせていただいて大変楽しかったんですけれども1つ気になったのがそのゲームをプレイしている時に4種類の矢印がありますけれどもえとこの方向の矢印が来てほしいなって時に34つ,つぐらいその矢印が来なかったり逆に同じ種類の矢印が結構連続で出るようなことが時々あったんですけれどもえ例えばそのテトリスとかでしたら7種類あるブロックのうちその 1> 7つ1組がえっとどれか1つずつ7つ出るまではその同じブロックは落ちてこないとかいうルールがあるんですけどもそのようにえっと同,じブロック同じ矢印が偏ってしまうようなことを対策するようなロジックは組み込まれているんでしょうかはいご質問ありがとうございますえと矢印の偏りについてなんですけれどもえもちろんえとおっしゃったようにテトリスのようにある程度偏りがないように 必ず何回かに1回例えば下向きが出てくるようにというふうにすることももちろん可能なんですけれども現在はもう完全にランダムでやっていまして当然こう偏りが出てきてしまうんですがその偏りもうまく利用する楽しさというかというところも楽しんでいただきたいと思って、えー、あえてこのように、えー、使用を残していいままますすわ、はい、かりりりしたああががととううごござざいます。 他に質問がある方はいらっしゃいますか。あ、面白い発表ありがとうございました。えっと、まあさっきの質問と関連するかもしれないんですけども、ちょっと午前中のオセロの発表ですとこう弱いとか強いとかそういうのを設定できると思うんですけども、このゲームはそういうことができるんでしょうか。えっと。 えー、と例えば難しいステージとか簡単なステージとかそういう難易度を変えられるような機能っていうのは追加でできそうですかう具体的には例えば矢印の,その偏り方というのが変動するようなということですか例えば利用しやすいような矢印が落ちてくるようにするというかそうですね。 えっと実現は可能ではあると思いますまだちょっと試していないので今後検討していきたいと思いますわかりましたありがとうございます,、はい、いますではここで質疑応答の時間を区切らせていただきます以上で古川明さん山本敦彦さん横田和幸さんの発表終わりますありがとうございました